敵の数はどうだ。まあ聞くまでもねえか。私たち本当に最前線で戦うんですか。あんな大軍相手にどうやって勝つってんだよ。やるしかない。ここを突破されたら人類は注目。これより我々は巨人との決戦に臨む。オールシーナの陥落はすなわち人類の滅亡を意味する。ならば我らが今すべきことは一つ。最後の一瞬まで抗い、人類の愛する者の未来を守ることである。皆心して戦え。心臓を捧げよう。やはりそれが狙いか。リヴァイ！くそが。おい、待て、エレン！エレン！急いで兄を運ぶぞ。今は兄の奪還が優先だ。気持ちは痛いほどわかるけど、こらえてくれ。
この世界は元から地獄だ。強い者が弱い者を食らう。親切なくらい分かりやすい世界。そんな残酷な世界で強くあろうとした者がいた。その兵士は最後まで戦い続けた。エレン。ああ。今行く。あいつ結局帰ってこなかったな。正直もう望みは薄いだ。帰ってきますよ。きっと必ず。必ず取り戻すよ。俺たちの故郷を。